どうも、百味ロボです。今日もトゲゲームやってます。お、チャンス。ダメだ、乗り遅れた。せめてこのちっこい餌だけでも。さて、中央で釣りするか。隙だらけじゃ。ちょっと入りづらいな。お、抜けた。よし、入った。なかなか、まあいい。徐々に大きくしていけばよいのさ。売れたぜ。大物発見。売れたー。一気に大きくなったぜ。往復ビンタでガンガン潰してくぜ。ふははは、すまんね。もういいかな、出よう。そこの皆さん、今すぐ取りに行きますよ。おい、来たー。餌俺のな。おっと、あっぶねー。追い出しちゃダメでしょ。そういえば録画ソフトと動画編集ソフト、何を使ってるのか聞かれることがあるのですが、録画ソフトはスーパーマレココ、動画編集ソフトは AVI ユーケルを使用しております。どちらも無料で使用できます。ツール関係は全て無料ですね。ありがたく使わせていただいております。でかいのが二つも。どっちかは絶対に潰したいぜ。ミスったー。というわけでリスタなので。大一位の人だ。せっかくなので追いかけてみよう。大チャンス。新しい顔だよ。それ。元気もあっちも100倍だぜ。さあ、正義の鉄拳をお見舞いするのだ。アンパン！拳こそが正義ですよ。なんだかんだ言って、
最終的に暴力で解決するアンパンマンは非常に素晴らしい。まああれだな、暴力がダメだからって裁判で戦うアンパンマンも見たくねえよな。このゲームの1位は王冠がつく上に1ナビされるからうぞうむぞうが寄ってくんのよね。こいつみたいにずっと追ってくるやつがいる。おわぶねえ、引っ掛けられるところだったぜ。うめえなあ。まあ中央で釣ればいいから引っ掛ける技術なんて必要ないけどな。どうやーちょっと寄ってきすぎだな。大餌だ。すまんね、私がいただいた。もっとでかくしたいなぁ。このでかさだと中央はもう無理だし、でかいやつを倒していくしかないのな。うろう、でかいやつを倒したのか。この餌全部取ろうとするとやられそう。もはや倒した相手すら見えませんな。なんかこれハエとリガミを思い出すな。どんどん寄ってきては倒される。なんか2位の人も1万ポイント超えてきてるな。越されそうだぜ。餌忘れるとこだった。餌確保。幅寄せ食らわしたぜ。餌全部は取れんかった。無理して取るとトゲ食らっちゃうんだよね。今1万5千ポイントだ。2万ポイントまでは。